はい、じゃあ、それでは。さあ、原さん、確定正面。ケイタとスレイ。お互い1-1の状態なので、勝った方が、コーナー待ち構える。まさしの挑戦権を受けております。さあ、どちらが勝つか。キスケイが、ここの勝利を受けて、もう一度、まさしに宣伝を告するか。それとも、レイが宣伝を告するか。どちらしても、アジュシアの世界はまさに違いありません。どちらが勝つか。勝ち残るのは勝ってくる。さあ、お話をしたとはいえど、やはりこっちはこの後、さあ、対策をしっかりやらなければ。あれに投げない強気、予言強い。よく見てるレイン、うまい。おっと、リュウエイの軸前が正面した。さあ、対策して。ブラシをしたギリギリ間に合わない。読めた竜巻上の汚い声があるためにダメージを取っていく。しかし貴重な武器を使ってしまうというこの感じ。さあ、レンジ挟んで落ち着く。よくいい、よくいい。カルマ、しかしその場合に出してガルホーと行ってる。これは行く、これはピンチ。どうする行けるか。おお、ハンディングをドローで復帰した。いいウェディングですね。さあ、レミナ、予告を少し見てから出しなきゃ。うまい、これはレミナ読み出しちゃった。さあ、リードだな、キュービレで。しかし、ダンソちょっと光った。あっという間に、わずか2秒で知らない場に勝ってしまった。この世界、どうした世界が2秒過ぎたら、あれから決まったけど、もういい。さあ、高木、何年高木を作ったか。どうしてくれ、うまい。そしてまさかの上だけ読み合いに強い。味方の回避は当たるばかりに惜しい。レイン対して結構な読み合わせているが、読み合わせは自分の自信があると言わんばかりに今回読み合わせかける。そしてこのダメージを取っていく。しかし9秒の読み合わせ強い。下側のシーン対策してる。さあ、これは流れ、上から受けた。今のはうまい。まさかあのタイミングに影響とは。さあ、リードを決める。よく見えた。そうだ、見える。さらに投げ。うまい。寝ながら、うまい。さあ、寝ながら圧倒してくる。ライン寝ながら、まずはパーフェクト。リードしてるので、当てないと思うんだが、なかなか実現できない。これ見てよ、さすがにやってしまう。受け身はさすがに安定しない。さあ、これ1つと7だが、リードまで9ミリで 3% 63%。 しかし、メタネットはまだまだメインならば、まだまだやってみるはず。いいダメージだ。ここだ、これはすでにうまい。さあ、おっと危ない、ゴールドの渡しすぎた。痛みのためにこれメインが泳いでいく。おっと、だから俺は怖い。勇気をいつも出せるんだと読んだのに。しかし、メインそれを軽く言いなさい。 1% 止めにいく。上と当たるの一撃だから。さあ、どうなるんだ。ほら、出てくる。あー、飛んだ。メインついてないさから。これは来い。
お互い近づくのも怖いが、どうするんだ。形の窓をつける。じゃあ楽して、お互い手に当てる。この世界喜ぶよ、強気できるのか、気づかない。これは終わったの、来ない。全員目の前に電車かける。さあどっちだ、終わった。まだ耐える、あと2年耐える。どっちが勝つんだ。しかし内容が来るなら全員目の前に。ほらまだ知らない、怖いな、危ない。あーた、どうするんだろう。本当に熱い試合でした。